南口を俯瞰ホーム構内改札口唐津駅は、佐賀県唐津市新港町にある、九州旅客鉄道の駅である。佐賀県北部の中心都市である、唐津市の代表駅で全列車が停車する。当駅の所属線である、唐津線と、当駅を終点とする、地区飛線の2路線が乗り入れている。この他に、唐津線山本駅を起点とする。 筑肥飛線の列車がすべてあたり駅まで乗り入れている。筑肥飛線の列車は、両区間とも一部はさらに、唐津線の終点である西唐津駅まで乗り入れている。当駅は、筑肥飛線の駅番号として、JK20 が不番されている。当駅は開業当初は、唐津線の中間駅に過ぎず、筑肥飛線の主要駅であった東唐津駅。 唐津線と筑肥線の唯一の接続駅だった山本駅も含めて唐津市には代表駅各の駅が3つ分立する状況であったが1983年の筑肥線の新線開業部分廃止によって筑肥線が当駅に乗り入れ唐津線と筑肥線名の浜駅博多駅方面との接続駅が山本駅から当駅に移行したため当駅は名実ともに 唐津市の代表駅となった。島式ホーム2面4線を有する高架駅。高架下に中2階と改札口及びコンコースがあり、改札口と中2階は階段及びスロープで連絡し、中2階よりホームまでのエレベーターが設置されている。ホーム上に待合室はなく、中2階コンコースに存在する。改札口は北口と南口を連絡する通路にある。 JR 九州サービスサポートによる終日、駅員配置の業務委託駅で、緑の窓口を有する。守護課対応の自動改札機及び、自動券売機を設置している。守護課は、筑肥線東区間及び、唐津線西唐津駅方面のみ、利用可能で、唐津線久保田駅方面は利用できない。また、唐津線の運行上の起点である、長崎本線佐賀駅は、 守護課エリア内だが、唐津線経由の当駅佐賀駅間での守護課の利用は、通過も含めて一切認められていない。コンコースには、ファミリーマート、観光案内所、キャッシュコーナー、コインロッカー等の施設があり、改札口の向かい側は、テナント街となっている。JK イコール、地区飛線305系駅町1丁目唐津は、九州旅客鉄道グループの JR 九州。 ビルマネージメント株式会社が運営する唐津駅、高架下のテナント街である。2019年度の1日平均乗車辞任は2260人で、ある。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。唐津駅前を通る昭和自動車の高速バス、大手口界隈、シンボルロードと初館広場のオブジェクト、唐津市の中心部に近く、 観光庁や地元金融機関の本店、支店が点在し、業務ビルや商店が集中する唐津市の中心市街地となっている。市役所通り東側の地域には特に商店が集中しているため複数の商店街があり、京町商店街と五福町商店街で構成される、唐津中央商店街には全二式アーケードが設置され、賑わいを見せている。 1982年頃、唐津駅北地区で国鉄用地を取得し、市街地再開発事業により、地上5階地下1階の商業ビルを建設する構想が発表された。実際に、地権者らが唐津駅北地区市街地再開発準備組合を組織し、各店舗として、声優の誘致活動を行ったほか、計画説明書を 県や市、商工会議所に提出していたが、計画に反対していた、商店街との合意形成が困難となり、計画は立ち消えとなった。現在は、唐津駅、北口駅前広場の整備が行われており、2013年度に完成する予定である。駅前には、唐津市近代図書館が立地し、図書館前の広場ではイベントが催される。周辺には、マンションや、 ビジネスホテルなどが立地する。南口周辺には、かつて雑然とした、市街地が広がっていたが、1980年より、唐津駅南土地区画整理事業が実施されており、整然とした街並みとなりつつある。駅北口に昭和バスの、唐津駅バス停があるが、発着するバスは午前中の一本を除きしない、循環バスや唐津赤十字病院行き直行バスなどの、 市内中心市街地の路線に限られる。駅から北に約400メートル離れた唐津大手口バスセンターが唐津市内の路線バスの起点となっており、各方面のバスが発着する。駅北口から道路を挟んで東隣にあるふるさと会館アルピノの前にアルピノ前バス停があり、高速バスが発着する。豊か交通が運行する豊かライナーを除き、 すべて昭和バスによる運行。金持ち神社。ありがとうございます。